1586年にドイツのアウグスブルグで印刷された天照剣王施設の肖像画。タイトルには日本刀からのニュースと書かれている。京都大学図書館像。右上、伊藤。右下、知事は、左上、中浦。左下、原。中央、メスキータ神父。天照剣王少年施設は、1582年に九州のキリシタン大名。 大友義重、大村住忠、有馬春信の名代として、ローマへ派遣された4名の少年を中心とした使節団。イエズスカイン、アレッサンドロ・バリニャーノが発案。1590年に帰国。使節団によって、ヨーロッパの人々に日本の存在が知られるようになり、彼らの持ち帰ったグーテンベルク印刷機によって日本語書物の 活版印刷が初めて行われ、キリシタン版と呼ばれる。豊臣秀吉のバテレン追放令などで帰国できなくなる。バリニャーノは自身の手紙の中で施設の目的をこう説明している。研究者の井川賢治は、バリニャーノを制止とした施設団がインドのコアを中心に日本からヨーロッパへの橋渡しをしたことを主張している。また彼らは、 ヨーロッパへ渡り初めて帰国した日本人とされる。投資現地に残ったものは1555年のベルナルドなどが確認されている。施設の少年たちは、アリマ・ハルノブが日の工場下に建てたセミナリオで学ぶ生徒の中から選ばれた。施設4名の正確な生年月日は不明だが、派遣当時の年齢は13から14歳であった。中浦ジュリアンが最年長。 ハラマルティノが最年少と言われる。伊藤満所とグレゴリウス13世の越見の場面1500年頃のリスボーンを描いた絵画1500年頃のシニョリーヤ広場を描いた1650年の絵画。ありがとうございます。